て腰をちゃんと回してるんですね。で腰を回そうとするとよいしょって言って軸足がすごいうーってなんかこの辺が突っ張るんですね。よいしょすごいこの辺突っ張るんです。違うんですよ。もう軸はちゃんと決めてかかとを回ね、こっちに回すと腰がポッと切れるんですよ。そっと回るんですね。すごい速く。これをやんないで腰を回そうとするとすごいふわーってふわーって軽くなる感じでね、腰も浮いちゃう感じですごいのろーくなる、動きがのろくなります。それをかかとをコッと回すんですよ。パッで上半身の連動もかけるとポッてポッこれをパッっていう感じでパンパンっていう感じで回るんですね。でその感覚でねね持ってきてくれ、持ってきてあげます、ね、その感覚でパッ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 、ね、その感覚でパッ連動をかけて、ね、まあ、あのギャリーもいつも言ってましたね、相手のサイドに入るのが一番のベストだって、ね、でその場合、ね、まあ、前足ちょっと斜めに踏み込んで、ね、前足踏み込みながらそっ、ね、まあ、ずれていくんですけど、まあそれも無理じゃないですか。右構え同士で戦ってちょっと接近した時にね、相手の前足側にそのまま回ろうとすると相手の足が邪魔ですごい接近しすぎて全然回れないです。で相手でかが大き、ね、自分より大きかったりするとね、もうドーンって圧力かけられてちょっと浮かされてもう回るとこじゃないですよ。回るとこじゃない。だから足を交差ね、自分は動きの中で、ね、足すごい交差してると思う。それは、ね、接近戦の中でやっぱりこういう動きって使うことが多いです。あとはまあ後ろに引くんだったらいいんですよ、ね、でその時に浮いちゃダメです、ね、浮かずに、ね、トン、ね、トン、ね、トンパン交差 1,2 です、ね、1,2、ね、これが超速くトン、ね、トドン、ね、トドンパンっていう感覚で入っていくとすごい接近戦でもふわーって相手のサイドに回りやすくなります。まず交差します。交差ね、トトンパン、トトンパン、まず90度です。トンセントンスッスッスッパンパンスッねパンパンスッスッね、まあ練り足みたいなやつ。これが、まあ、トントントンって飛んでればステップみたいな感じになります。交差してスッね、ね、足を交差してスッ、ね、これが、まあ、ちょっと速くなるとトン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 、ね、スッ、ね、パンパンスットントントンで、まあ、180度がパパッとできるようになったらもう楽にですね、もう本当に、まあ、ちんたら、まあね、体を慣らしていくのにちんたらっていう言い方はいけないんですけど、もうね、まあスピードも出すんだったら出す、ね、ゆっくりでもいいんです。こんな感じでドーン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 パンパン、まあこういう感じでね、体を慣らしていくんですね。